セミオーム・アルカディエビチコーガンは、ソビエト連邦出身の指揮者。白、ロシア・ソビエト社会主義共和国のバブルイスクの生まれ。1952年に、レニングラード音楽院に入学して、イリアル・ルカシェフスキーにバイオリンを指示したほか、クラリネットも学んだ。また、1955年から1959年まで、イリア・ムーシンに指揮法を学んだ。1967年に、 オムスクにシベリア交響楽団を設立して10年間主席指揮者を務め、1976年から1991年までロストフ交響楽団の主席指揮者を務めた。1978年からはロストフなドヌの音楽院の教授を務める。1974年に当局から名誉芸術家の称号を受け、2006年にはロシア政府から 人民芸術家の称号が贈られた。モスクワにて死去。オムスク、エイフ、RU ハットルージェン、RU ハット。ウベガジータ、RU、オリジナルの2018年5月1日時点におけるアーカイブ。https コロンスラッシュスラッシュアーカイブ i ズスラッシュ ekxxz2018 年5月1日閲覧。ありがとうございます。